人間原理とは物理学、特に宇宙論において宇宙の構造の理由を人間の存在に求める考え方。宇宙が人間に適しているのはそうでなければ人間は宇宙を観測し得ないからという論理を用いる。これをどの範囲まで適用するかによっていくつかの種類がある。人間原理を用いると宇宙の構造が現在のようである理由の一部を解釈できるが、 これを自然科学的な説明に用いることについては混乱と論争がある。物理学上で自然法則とその中に現れる物理定数が求められている値がある。また、一般的に世界は三次元空間であると言われる。それらがごくわずかでも異なる法則、値、空間、条件であれば以下のようなものはありえなかったと推測されている。しかし、現実として、 これらは存在しており、法則、値、空間はその条件を満たしている。この状況に対して与えることが可能な一つの説明が人間原理である。人間原理は自然主義的なアプローチであるが、他方で超越的な存在を仮定する立場の説明に創造論あるいはインテリジェントデザインがある。対数仮説が成立するときに人間が存在している不思議さを 人間の存在による必然と考えたのが、ロバート・ H ・リッケである。リッケは、宇宙の年齢が偶然ではなく、人間の存在によって縛られていることを示した。それによれば、宇宙の年齢は、現在のようなある範囲になければならないという。なぜなら、宇宙が若すぎれば、構成内での核融合によって生成される炭素、などの重元素は生還に、 十分な量存在することができないし、逆に年を取り過ぎていれば、主系列性による安定した惑星系はなくなってしまっているからである。このように宇宙の構造を考えるとき、人間の存在という偏った条件を考慮しなければならないという考え方を弱い人間原理と呼ぶ。ブランドン・カーターはこれをさらに進めて、知的生命体が存在し得ないような宇宙は観測され得ない。 よって宇宙は知的生命体が存在するような構造をしていなければならない。という強い人間原理を示した。ジョージ・エリスは通説となっている膨張するモデル宇宙に対して裸の特異点のあるモデル宇宙を提唱し、地球は特異点と正反対の最も遠い場所に位置すると提唱した。物質の密度が特異点付近ほど濃いため銀河の分布は一様ではなく、 地球の周りでは極めて薄いとされる。このように物質の分布が偏っていると光の赤方変異が生じ、地球からは核銀河が遠ざかっているように見える。そして地球がなぜ裸の特異点と正反対に位置するかといえば、特異点に近づくほど温度が高くなるなど、生物の存在に適さない環境となるため、生物イコール人間が存在する地球は、 得意点から最も離れているべきとする。スティーブン・ホーキングは宇宙の時間が逆転する可能性を述べた上で、そのような現象を人間は観測できないとした。人間が宇宙を観測するとき、それは人間の脳に記憶として蓄積されるが、時間が逆転すれば記憶は失われていくので、観測は不可能になる。よって時間が過去から未来へと進むのは人間が そのような時間の流れる宇宙しか観測できないからとした。ありがとうございます。